はい、皆さんおはようございます。佐々木克也です。今回ね、アルティメットバスバイ台は霞水系じゃなくて、今回は旧吉野川にやってきました。で、旧吉野川、僕自身は初めてのフィールドです。で、なんでまあ1日半ぐらいですかね、みっちり下見をさせていただいて挑んでます。まあ最初に見た印象としては、まず稚鮎がすごい多いなという感じで、まあ、稚鮎にボイルしてるバスとかいっぱい見れたりしたんですけど、やっぱりそういう稚鮎に合わせたような釣りも展開していきたいと思いますし、実際フィールドの状態で半プリの魚もいたり、アフターの魚もいたり、結構ねバラバラな感じなんですよ、魚の状態が。なんでそれ以外にも、まあそういう状態のバスに効くような釣りね、スモラバみたいなふわっとした釣りだったり、ネコリグみたいな釣りだったり、そういう釣りもちょっと展開していきながらやっていきたいと思います。で、今回初日ね、満水日ということで、旧吉野川はタイダルリバーなんで、結構潮位変化で水位が変わるような川なんですけど、初日満水日で2日目減水日っていう感じになってるんで、僕正直下見の段階でずっと満水だったんで、その減水した日の旧吉野川って見たことがないんですよ。なんで、その減水したらフィールドがどう変わるかで、釣り方も変わっていくのかっていうのも僕自身楽しみにしながら釣りをしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧になってみてください。出た、よし、完璧です。これぐらいのカバーだったらもうちょうどいいぐらい。いや、太い、健康的ですね。惜しかった、惜しかった、いいサイズですよこれ多分。おしゃったかったかった、ネコリ、ネコスト、いやすごい、最高です。まあもう稚鮎がものすごく多いんですよ。で、まあ稚鮎にボイルするバスもちらほら多く見かけるんで、ね、これ用意した色、これです。クワトロシャットのこれワカサギカラーのフラッシングプレートが入ったやつなんですけど、このワカサギカラーが見た目結構チアユっぽいんで、まあチアユを食ってるバスが多いんだったらチアユっぽいカラーを投げるっていうことで、ちょっとテトラをですね、ヘビ弾で打っていこうかなと思うんですけど、で相当コモはプレッシャーの高いエリアなんで、そんなポンポンは釣れないと思いますけど、ただちょっとチアユも沈み気味なのかな。結構今って満水なんですけど、これがね明日どんぐらい減るのか僕もちょっと想像つかないんで、ただこういう打ってるようなカバーとかが全部干上がるんだろうなとは予想はしてますけど、すごい血合いは多いですね本当に。結構なんか今回自分で意識してるのは、稚鮎が少ないエリアは回らないようにしようかなと思ってて、どうしても僕もエリアに対する知識が当然初場所なんでないんで、まあそのバスが食う稚鮎がいるところを探してベースで回っていかないと、正直どこでやっていいか分からなくなりそうだなっていう感じがするんで、今回は稚鮎くんです本当にテーマは。コバスは浮いてきてますね。コバスくんだけ、あ、抜けた、来た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 、抜けちゃったけど、なんかちょっと取られてきたか。もうちょっとカバーに浮くの後かな。オッケー、よっしゃー、ふー、40ぐらいかな、まあ、パワーフィネスまでいかないような僕の P タックルですけど、これぐらいのカバーだったらもうちょうどいいぐらい。ルアーはスモラバ SS にソルティースラッカーの 2.5 インチ取れました。40ちょっとぐらいかなね、42、3ぐらいはありそうな、いい魚です。
ぱこのスモラバね、実際これって、まあ、僕このリベリオンの 6101MLFS っていうロッドで、新しいリベリオンのロッドなんですけど、完全なパワーフィネスロッドじゃなくて、僕がもともとこの P06 から08の釣りをオールマイティにこなすために作った竿なんですけど、ね、もちろんこういうこれぐらいのカバーだったら全然この P ライト P タックルみたいな感じで打てるんで、結構ねやっぱ1本持っとくとこういう初めての場所とかでは絶対に便利なロッドです。すごいな、なんか急に生命感がゼロになった。これ多分絶対この後僕時間ずらして入り直すん で多分こうカバーはね、さっき釣れはしましたけど朝一で、本当だったらもっと日昇ってからの方がいいと思うんですよ。ちょっと前倒しで入ったみたいな感じだったんですけど、ちょっと寒すぎるな風、これこんな風当たってる側ちょっとないかな、これひょっとして。ダメやね。朝一のポイント一回戻りましょうか、ちょうどいい頃合いなんで。ほいというわけで朝一のポイントにまた戻ってきました。ちょっと時間を置いて日がだいぶ昇ったんで、魚が少しでも浮いてないかなと思って来てみました。うわすごい強い、うじゃうじゃいます。すごい数だな、ほんとなんかエビみたいなの食ってたのか、ボトム何か食ってた、なんだボトムの何かついばんでましたね。よし、でかい、オッケー。いやーちょうどねボトムパクパクなんかエビ食ってるのが見えて、ピュッて投げたらね食ってくれました。45くらいかな。いやー太い、健康的ですね。いやーやっと給与種のいいサイズが取れたな。簡単じゃないけどなんとかかんとかですよ。はい、というわけで移動してきました。ここ、まあ、ガーって長く続くストレッチで、まあボトムもハードボトムになってて、で昨日下見した時結構杭がポン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 みたいな感じで生えてて、結構バスのつきそうなスポットだったんで、まあなかなかこのまっすぐのストレッチを流すっていうのは結構、まあ、初めて来てはできないんですけど、こういうちょっとした変化は、まあ、目に見えて、うん、バスがつきそうだなみたいなのが僕にもよくわかるんで、ちょっとここを打っていきたいと思います。どうだろう、今ややね上のレンジを通して反応なかったから、次はボトムの猫スト、ちょっとあんまりボトムに散るというよりは巻き猫みたいな感じでスイミングさせながらゆっくりリトリーブして誘ってみようかなと。ここはな割とやっぱ流れは当たるところだからな、流れ嫌がってるとしたらちょっと上の方にあるプチワンドっていうんですかね、ちょっとしゃへこみがあるんでそっちの方が魚良さそうかな。惜しかった、惜しかった、いいサイズだぞこれ多分、惜しかった、かった、猫コスト、よしよしよし、これはでかい、でかそう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 、よしよし、もう何匹かついてきてんじゃん、ちょっとでかいぞこれ、よし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 、わあ猫スト様様、よいしょ、何匹かいるな後ろに、スクールなんですかねこれ多分、よいしょ、よいしょ、オッケー、オッケー、入れ、入ってくれ。オッケー、ほい、あ見てくださいこれフック、ほら外れた、ギリギリ
いやこういう知らない場所でね、こういうドンピシャな決め方するともうしびれちゃいますよね。綺麗だな、ほんと旧吉のバスって。今日は3本目なんかこうできすぎて怖い感じになっちゃってますね。いやすごい、最高です。まあ霞で普段自分が釣りしてる時もそうなんですけど、まあ目に見えてこうバスがつきそうな変化はすごい丁寧に打つっていうのは本当今回自分でも思いましたけど、大事だなと思いましたね。なんか釣りの大事な部分を再確認させてくれるのがなんかフィッシングジャーニーって感じがしますね。はい、というわけで今回ですね、スピニングのメインで使ってるロッドを紹介させていただきたいと思います。このロッド、リベリオンの 6101MLFS というロッドです。で今年新作として、まあ、追加された新しい番手なんですけども、まあ、これはもう僕がものすごくこだわらせていただいてテストした一品になります。でこれ、まあ、どういう竿かっていうと、まあ、僕の釣りすごくスピニングは P ラインの釣りが多いです。かといって僕の P ラインの釣りって例えば 1.5 号、2号、3号みたいな感じの太い P ラインを使う釣りというよりは 0.6 号とか 0.8 号クラスのフロロよりは強くてなおかつ P のメリットがすごい出るラインの号数を使った P ラインの釣りが僕は主体です。でこの P0608 クラスのスピニングの釣りのメリットっていうのは、このスピニングのあらゆる釣りがカバーできるというメリットがあります。で具体的にはまあダウンショットとかはどうしてもやっぱり沈む釣りなんでフロロとかの方が強かったりするんですけども、まあ、今回動画の中でやってるようなまあスモラバの釣り、そしてあとネコリグの釣り、あとはノーシンカーワッキーだったり、そしてあの僕の大好きなシュリンピード、キッケルキッカー、そしてガストネード 70S とかの小型のプラグまで、でかなり幅広く1本でこなせるロッドに仕上がってますんで、まあ、やっぱりねこういう初場所なんか来た時なんかはあんまりロッドってもう多く持ち歩けないと思うんですよ。やっぱり経験値が少ないんで1本の竿で何でもやれる竿があった方が釣りもしやすい。でなおかつ僕の場合ね、霞水系の場合だと、まあ、ハイシーズンになるともうほとんどスピニングロッドってこの P0608 クラスの釣りになるん で霞水系なんかでもハイシーズンは間違いなくこのスピニングロッドが、まあ、メインになるかなという1本に仕上がっています。おい、というわけで夕方入り直しです。で夕方になったらめちゃめちゃ魚朝と同じで浮くんじゃないかなってことで来てみたんですけど、どうでしょうねこれ。まあベイトはもう明らかにウキウキになってるけど、バス刺してバスはみたいな感じなんですよね。ちょっとバスのテンションが分かんないんであれですけど、おおすげえガチボイル。バスのテンションは大丈夫そうですねこれ。フィッシュだ。丁寧に回避しなきゃな。そこまで特大じゃないけど、結構ドラグ緩めてるんで、これね無理に引っ張ると出てこなくなっちゃうんですよ。よしよし。悪くないサイズだ。よし。おっしゃー、来た来たー、来ました。もう取れちゃうぐらいね、もうめちゃめちゃテトラの穴潜られましたけど、最後にねちゃんと食ってくれたわ。クワトロシャト45ぐらいかな、まあ、かなりいい魚でもうめちゃめちゃ引きましたね。もう夕方になったらもう一気に岸に魚寄ってきて、食ってくれましたよ。嬉しい。めちゃめちゃ走られたけどね、しっかりドラグ緩めて危ないと思ったらクラッチ切ったりすればちゃんとこういうとこでも取れるんで、いやー最後は茶湯パターンで締めでしたね。
夕方になると一気に本当に岸に寄りますね、これ。びっくりするわ、もういきなり。本当いきなりでしたね、感覚的に。ほいというわけで2日目なんですけど、水全然減りましたね。でもこっからさらに減ると思うんで、ちょっと予想もつかないけど、バンクフラッターから行こうか。またこれ水位変わるとどう変わるのか、僕もすごい興味あるんで。これ水降ったら結構跳ね出そうですよね、この釣り場。よいしょ。出た。よし。よっしゃ。出た。マジで出た。バンク食った。よっしゃ。ちょっとでかいんじゃないこれ。よいしょ。よいしょ。いいバスだ。オッケー。出た出た出た。ほら。ふわーった。バンク食ったフィッシュ。いやー、いい出方しましたね。ドボーンと。いやー、しかもいい魚だし、これ。完璧です。出そうだなと思って本当に釣れたな。出ましたね。いやー、これちょっと昨日4本釣れてたんで、ストロングな釣りから入ろうと思ってたんですけど、まさか出るとはちょっと僕が思ってなくてびっくりしましたけど、これ羽いけますね、水減ったら。ちょっと羽頑張ろう今日。バンク食ったで。うわ、これ昨日入ったストレッチですよ。全然違いますね、これすごいな、もう見た目が違いすぎる。いや、これもう護岸沿いひたすら通しますよ、これ。ここから落ちて、水深落ちてるような今の見た目だとそうなんで、血合いも割と足元いるし、基本さっきから僕投げて巻くだけしかして。お、出た。もう一回出る。今出ましたよ。投げて巻くだけしかしてないですけどって言ったら出ましたよ、後ろでカポって。今のすごいアフターバスっぽい出方だったな。ちょっともう一回このコースで投げます。針も何も買ってないから。ゆるいバイトでしたけどね、なんかメスっぽいバイトで。結構バンクフラッターは今僕が巻いてるこのぐらいのスピードですね。デッドスローより、まあ、デッドスローももちろんできるんですけど、デッドスローよりちょい速ぐらいのスピードで一番いい動きをするように作ってるん で結構僕は羽持ってデッドスローで使うことももちろんあるんですけど、このぐらいのデッドスローよりちょい速ぐらいのスピードで一番バスを釣ってるんで、このカチャ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 音が聞こえてくるぐらいのスピードがベターだと思いますね。まあ、もちろん状況によりきりなんで、それが全てじゃないですけど。はい、今回使ってるバンクフラッターの説明をさせていただきます。このバンクフラッターなんですけども、まあ、名前にバンクってついてる通り、まあ、おかっぱりのね、釣りを主眼に置いて作った羽物です。でこの最大の特徴はウォータースルーギル構造という構造です。口とエラに穴が開いていて、まあ、ちょうどあのガストネード、僕の大好きなルアーですけど、ガストネードと同じような構造になってます。でこのウォータースルーギル構造をですね、羽物に搭載することによって、まあ、具体的に何が起こるかっていうと、巻いて移動距離を抑えながらハイピッチでクロールアクションできるようになってます。これあるとないとではかなり違いまして、まあ動きにね、移動距離はブレーキが効いてるのに動きはハイピッチっていう、まあ、真逆の要素を組み合わせた動きが出せるようになってるんですけども、まあ、その付随する効果として頭から水を取り込むんで、ちょっと頭下がり気味に泳ぐんですよね。なんで結構ヘッドアップしにくい、足場が高い場所なんかでは、ね、結構手前に引いてくるとすぐね、羽持って頭上がっちゃって結構使いづらいなっていう場面結構あると思うんですけど、このバンクラッターに関しては全くヘッドアップしないとは言わないんですけども、通常の羽物よりもヘッドアップしにくい仕様になってます。でもう一つの特徴として、サクサス水ベル副アイですね。このまあ具体的にはどういうものかっていうと、
ローリングスイベルのサクサス加工版というものになってます。で実際この、まあ、羽物もそうですしビッグベイトみたいな、まあ、こういう大きいものですね、すごく自重があるんでバスがエラーライした時なんかに遠心力 で結構バラシが多いんですよ。なんですけどこのサクサスイベルフックアイを搭載することによってバラシはかなり減ってます。で羽物のバイトってねやっぱりその1日何回もあるもんでもないんでね、かけた魚は絶対取りたいと思うんですよ。なんで僕もこのバラシを減らすためにサクサスイベルフックアイ搭載したんですけども、ね、バラシは実際すごく減りました。なんでまあ貴重なバイトもかけてしっかりとキャッチすることができるという羽物に仕上がってます。あとは羽の台座ですね。で台座を固定する、ね、この2箇所の部分大体まあネジになってるんですけど、バンクラッタの場合は全部ヒートになってます。なんでヒートにしたかっていうと、ネジの場合はですね家にドライバーを忘れてしまうと釣り場で例えば羽を変えたりちょっとまあ調整をしたりっていうことができなくなってしまうんですよ。で僕もよくドライバーを、ね、家に忘れてしまうことが多いので、じゃあどうしたらいいかなって考えた時に、ね、大体プライヤーとかペンチだったら釣り場に持ってきてるんで、それだけでまあ羽を交換したり調整できるものがいいかなと思ったらこの、ね、ヒートでペンチで掴んで回すだけで簡単に羽を外したり調整することができますんで、すごく便利になってます。でもう一つ特徴なのがラインアイの位置ですね。かなり上の方についてます、通常の羽物と比べると。でなんでこの位置になってるかっていうと、やっぱり羽物ってラインがあまりにも水につきすぎると動き殺しちゃうんですよ。それを少しでも防止するために、まあ、アイが上の方にあることによって竿を立てて巻けば、ね、ラインが水につくのが最小限にできます。でやっぱりフロロカーボンで使った場合なんかでもちょっとでも竿を立てて巻くと、まあ、ライン全くつかないとは言わないですけど、足場ちょっと高いところだったら全くつかない場合もありますし、そういう場合にやっぱり動きを殺さずに、ね、バスに最後まで見せれるっていうのがこのバンクラッタの大きな武器かなと思います。くそ、これなかなか対応しづらいですね。まあしょうがない、初給与者の洗礼だ。絶対流れ出た瞬間食うと思ったのにな、釣れそうなんだよな、この流れ出したタイミング。これ釣れそうと思ってるのと釣れるのは別だってことですね。いやちょっと翻弄されてきたな、ちょっとなかなか困惑しますね、これは。よくわかんねえな、水減った方が釣れるなんて安易に思ってた自分がバカみたいですね。どうしたらいいんだよ。いやジャーニー厳しい。2日目、普通だいたい2日目の方がなんか掴めること多いはずなのに、でこんなに変わるとちょっとついていけてないですね、僕は正直。朝だけだったな、輝いたのは。変なゴミがオリオンにネットで止まりだ。よっしゃ、やったぜ、いたいた。このスポットは今回の激アツスポットだな。よいしょよいしょ、オッケー、ありがとうね、コスト。よいしょ、これもまた、あったー、ハンプリっぽいな。ほい、というわけで、いや釣れた、久しぶりの一本だこれ。いや朝釣れて出てなかったんで、ね、ワームちょっと飛んじゃったんですけど、またネコスト 5.8 のシュリンプいい仕事してくれました。いや綺麗な魚だ。いやいい仕事してくれるわネコスト今回。よし、最後もう一本でかいの追加できるように頑張ります。いやもうほんと水少ないな、これ朝でもね少ないなと思いますよ。さっからさらに減るんだから。いや出ないか。よいしょ、頼むよ最後。
スピリットはとりあえずいっぱいいるから、あとはバスが、あとはバス次第。浮いててくれよ、最後終わりか。チキショー出なかった。終了。ういっと、お疲れでした。はい、というわけでフィッシングジャーニー旧吉野川編2日間終了しました。いやー、もう初日とね、初日満水からの2日目の減水も全然違いますね。いや、思ってた以上で、まあ安易に減水した方が釣れるのかななんて思ってたんですけど、意外にもやっぱり満水の時の方がシャローに魚が刺しやすかったっていう状況があって、2日目はね相当苦戦してしまったんですけど、結果6本ですかね。一番でかいので初日の4パチとかで、まあサイズはなかなかね全部40アップで揃ってくれたんで、そこは楽しかったんですけど、あと2日目バンクフラッターでね朝一釣れたこと、それがまあ一番良かったなと思うんですけど、やっぱりね特大サイズ本当難しかったです。50を超えるようなバスはねなかなか巡り合えなかったんで、まあそこはもうね次また来た時にリベンジということで、でもやっぱり悔しいですね。まあいい釣りはできたかなと思うんですけど、その反面ね、やっぱりでかいのはどうしてもこだわりたい部分があったんですけど、まあ、そんな一発して、ね、でかいの釣らせてくれるほど甘いフィールドじゃないということで、ね、また違うタイミングでリベンジに行きたいと思います。ではまた。